おはようございます。カーピーです。今回はクリスマススカウト3回目の動画です。4連スカウトでオリックスの選手を狙っていく動画になります。というのも今のオリックスの A ランクのラインナップが結構熱いと思っていて、今表示しているのはオリックスの A ランクですけども、当たりだらけだと思うんですよね。西選手は超変幻自在に貯金ができて、中継ぎもできて、スタミナも A、 吉田選手はミートパワー両方 A を狙えるライト、山岡選手は10球種持ってて超変幻自在に4球種も貯金できて、やばい縦スラを持っていると。黒木選手も今後上がり目だと思いますし、 T 岡田選手はパワー A で主軸も打てる、中島選手は来季あたりタイムスリップ中地の可能性を感じます。ロメロ選手もパワー A の優秀なセンターですし、マレロ選手もパワー A が狙えると。平野選手も優秀な抑えで、来年はワールドスターで登場する可能性があると。金子選手は言わずもがなですね。超変幻自在といえば金子選手でしょう。そんな感じで私としては13選手中10人は出てほしい選手っていう感じなので、今回は4連スカウトでオリックスの選手を集めようかなと思ってます。ちなみに今所有しているオリックスの選手はこちらです。金子投手と T 岡田選手が12球団リーグオーダーに入っています。そして西選手は限界突破が進めば中継ぎで使いたいですね。今回は特にT 岡田選手と西選手、この2人を特に狙って4連クリスマススカウトを引いていきたいと思います。はい、クリスマススカウト4連回していきましょう。まず3回いきましょうか。オリックス A が3枚出るまで回してみましょう。そこから先は引き次第ということでいきましょう。13人中10人は欲しい選手ですからね。特に欲しいのは T 岡田選手と西選手。金子選手は極みなので出たら称号ですね。さてどうか。1枚目の絵は、おお、金子選手言ってたら出ましたね。セレクションが極みなので称号ですね。金子選手は称号で狙う能力値は特にないので、スピリッツが上がればいいなっていう感じで称号チャレンジしましょう。称号チャレンジはやりたい選手溜まってるんで、また動画にしたいと思います。ご覧の通りの10球種 B 球種は3種類、超変幻自在を組むのには最も適した選手だと思います。4連2回目、計8連目。 T 岡田選手は出れば極みになりますんで、今回ぜひ欲しいところですね。 T 岡田選手と西選手お願いします。岡田選手お願いします。おい、金子ガチャか、ちーちゃんガチャか。オリックスはちーちゃんガチャなのか。例によってプロスピのガチャは偏りますね。4年3回目、計12年目。次は金子選手以外でお願いしたい。かぶりはプロスピの闇ですよね。D ランクでも2枚連続同じとか割とありますよね。本当にランダムならありえないと思うんですけど、プロスピン七不思議の一つですね。さあちーちゃん以外で頼む。おお、黒木選手今年中継ぎで活躍しましたね。例年だったら新人王候補になっていいぐらいの活躍だったと思います。めっちゃいいストレート投げますね。今後も成績上がっていく選手だと思うので、この絵は取っておきたいと思います。プロスピの査定もストレートは A になってますね。これは納得の査定ですね。カープ的に将来性に大いに期待します。4年4回目、ちょっとかぶりもあったんで16年目まで回していきたいと思います。これを今回のラストにしたいと思います。大谷選手の大荒れ待てんで予算オーバーしてるんで、今回は無理は禁物。28日には第3弾 OB も来ると思うんで、さあ T 岡田、西来てくれ。今回のラストちーちゃん来るなよ。なるほど、平野選手、未来のワールドスター平野選手でした。そっか、すぐに素材に浸かる選手は出ませんでしたね。金子選手の称号2回分と黒木選手と平野選手、
まあまあまあ、T 岡田選手や西選手は無理せずにじっくりと集めていきましょう。改めてオリックスの A ランクのラインナップを見てみますけども、これは本当に当たりだらけだと思いますね。オリックス巡選されている方とか、オリックスの A ランクを集めたい選手がいる方は今はチャンスなんじゃないでしょうか。クリスマスガチャはもう終わりますけども、お正月も4連日の A ランク確定ガチャが来ると思うので、そちらも検討していいと思いますね。あとは A ランク狙いだったら、今ならソフトバンクとか西武や日ハムあたりもいい選手が揃っているかと思います。 A ランク狙いの方は検討してみてもいいのではないでしょうか。今回の動画はいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。私は4年でこのチームの誰を狙うよとか、いや今回は見送りだよとか、何でも結構です。私も時間が許す限り皆さんとコメント欄を通じてやり取りさせていただければと思ってます。また見に来ようと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしていつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。ではまた次回の動画で会いましょう。